私はキャサリン・コリンズ博士。これを聞く人はいるのだろうか。何もかも終わり、残されたのは私だけ。生きている限り放送は続けようと思う。私が正しければ谷全体の信号を受信できるはず。あの出来事で痕跡が残った。それが何なのかは分からない。でも理解できるよう努力をしていくつもり。痕跡の先に答えがある。答えは全てここにある。答えは光の中に。緊急措置委員会からの特別発表です。異例の事態により1982年危機管理法案に基づき、この地域のラジオとテレビ放送は委員会の統制下に置かれます。ラジオとテレビは常につけておいてください。屋内にとどまり、他人との接触を避けてください。地域外への電話は控えてください。緊急措置委員会からの特別発表です。異例の事態により1982年危機管理法案に基づき、私は職務を果たしているだけです。今回はあなた方2人が現場唯一のスタッフだ。メインゲートの電源が落ちでもしたら観測所に出入りできなくなる。そのために予備発電機があるんだろ。こんなことを議論している場合じゃない。閉じ込められても泣きついてこないでくださいよ。閉じ込められたら君のところに行くことはできないだろ。難しいことは僕らに任せて、君は葉っぱの掃除をしたり電球を変えてさえいればいいんだよ。いいな、さあ帰れ。ろくでなしが。今のは余計じゃない？腹が立つからといって周りに当たるのはいただけないわ。ケイト、ちゃんと話し合おう。いいえ、スティーブ、もういいの。とにかくここを抜け出すには今夜が絶好のチャンスなのよ。あれよ、準備して、私は6号棟に。ケイト、
愛してる。分かっているだろう。ええ、そうね。さあ、始めましょう。死するんだ。あれは観測所を通じて僕らのところにやってきて谷を越えて広がろうとしている。ケイト、このままにしておくわけにはいかない。勢いを増している。僕はクライブに空爆命令を出すよう伝えるつもりだ。他に方法がないんだよ。うまくいくかはわからない。助けが必要なんです。クソ、ダメだ。電話を切るんだ。電話の中にいるんだぞ。あまり自分を責めないで。みんな通ってきた道よ。君は違う。いい加減にして。データを考察して再提出すればいいじゃない。発想は合ってるのよ。ただ数字を間違っただけ。まったく、バカにしてるのか。バカになんかしていないわ。あなたはとても素晴らしい人よ、アップルトン博士。ねえ、私たち二人で一つよ。明日の夜の観測結果はあなたのものよ。あなたがチャンスをつかんで調べたんだもの。理解されなかったとしても私は認めるわ。慰めているつもりか、スティーブ。前向きに考えて。この辺りじゃあなたは英雄、宝刀息子の帰還でしょ。そのうちあなたの銅像が立つに違いないわ。好きなだけ笑えよ。きっと今頃教区会が小委員会に作らせてるところだろうな。あなたは優秀よ、アップルトン博士。まったく。
どんなに見ても全く意味がわからない。パターンを見つけたエリアはもう望遠鏡では確認できないけど、そんなのありえないわ。上空の一部では周辺どんなに見ても全く意味がわからない。パターンを見つけたエリアはもう望遠鏡では確認できないけど、そんなのありえないわ。上空の一部では周辺光の性質に著しい変化が見える。まるでポラロイドに直射日光を当てた時のように。ご存知でしょう、私もよそ者と思われている。それで気が楽になるとでも？あなたの気持ちはわかる、それだけです。あなた方バリスは決して地域社会と関わらない。あなた方が何をしているかも知られていません。これは教会への勧誘かしら。信仰だけではなく地域社会の問題です。参加して彼らの一員になるのです。おはようございます、神父様。いい天気ね。あら、どうも。アップルトン夫人でしょ？コリンズ博士です。女性科学者。あら、まあ、おはよう、ババラ。ウィーラー神父、そのうち私が一員になれると本当にお思いですか？人の目なんて気にならないわ、邪魔さえされなければ。磁場で電話が混線して電子機器に障害が発生しているわ。複数の声が聞こえる。午前4時、みんな光のショーを見ているのかしら。